ナイアガラの滝、ナイアガラの滝、ナイアガラの滝は、エリー湖からオンタリオ湖に流れるナイアガラ川にあり、カナダのオンタリオ州とアメリカのニューヨーク州とを分ける国境になっている。カナダのトロントから南南西に1 2 0トル、7 5ミ、アメリカのバッファローから北北東に2 7トル、1 7ミの両国とも同盟のナイアガラフォールズ市、 オンタリオ州側、ニューヨーク州側に位置する。滝は豊富な水力資源と景観の美しさで知られる。ナイアガラの滝はによって、カナダ側の国境を挟んだカナダ滝と、アメリカ側のアメリカ滝からなる。アメリカ側はさらにルナ島を挟んで、ブライダルベール滝がある。最終氷期、最後の氷河期の交代期に形成され、五代湖の水流がを経て、大西洋に流れ込む過程にある。 滝の高さはあまりないが幅が広く、単独で流れる滝の水量では北米で最も規模が大きい。最大毎分16万8千メートル、平均毎分11万メートルの水量が流れている。ナイアガラの滝は以下3つの滝から構成されている。水量は春から初夏のピークシーズンでおよそ毎秒5720メートルになる。夏は 毎秒2832メートルで90%はカナダ滝に流れ込むが水力発電施設に一部人工的に流されている。カナダ滝の上流には稼働石が設けられており夜間の水量は日中の半分に調節されている。観光のオフシーズンになる冬の期間も水量が毎秒1416メートルに抑えられている。アメリカ側からのは ほとんどが滝の背後に位置し、滝の正面や全体を眺望できるのはカナダ側になる。1万年前のウィスコンシン氷河期に形ができた。五大湖とナヤガラ川も同時期の地形である。滝の発祥地点は現在よりも1 1トル下流にあたるオンタリオ州側のクイーンストンやニューヨーク州のルイストンの付近に位置する。米国北部全体が氷河に覆われ、 氷河が大地を削り、一方でその岩石を堆積した。氷河が溶け始めると、川が地形を作っていった。この一帯は、シルル木の岩石が分布し、滝の最上部は、石灰岩で、その下の結岩より固く削られずに残りやすい。さらにその下にはより古いオルドビス木の結岩と砂岩がある。1950年代までは、侵食により、 年間1メートルずつ上流移動し、侵食が続けば、エリー湖に埋没してしまうため、カナダ滝の落下水量を、馬蹄系全体に均等化する工事が60年代にかけて行われ、現在、侵食スピードは年間3センチメートル程度に抑えられているが、それでも2万5千年後には消滅するという、ナイアガラの語源については、はっきりしておらず、諸説ある。なお、 英語では愛を二重母音で読むために、ナイアガラと発音されるが、フランス語等では、ニアガラと発音されることに留入れたい。色恋語の研究者ビートリガーによれば、この土地に住んでいた、先住民の加盟に由来するという、十七世紀後半フランスの、この地域を記した地図には、彼らが、ニアガガレガと呼ばれていたと記述されている。また地名学者のジー・スチュワートによれば、アンニアーラ。 二つに分かれた土地の橋の意という、色恋族の町の名に由来するいう。一方、地理学者の英一、スクールクラフトは次のように記している。ナイアガラの滝。これは、模倣句語である。カーフ人によれば、首を意味する。この語は最初は、エリー子とオンタリオ子の間の、または地境を指していた。エリオット氏の語彙集、十一章を参照すれば、人間の首が、 この実際の語彙集に従えば、彼の首だが、おにゃらだということがわかるだろう。1820年の春に、レッドジャケットが、このナヤがらという語を、ONEA u ーガとでも書くかのように、発音した他に、しばしば観光案内などでは、雷鳴のとどろく水、サンダー・オブ・ザ・ウォーター、サンディ・ギング・ウォーターズ等を意味すると説明されることがあるが、これには、学術的な根拠はないようである。 ヨーロッパ人で滝を最初に目撃したと言われる人々は幾人かおり1604年フランス人探検家サミュエル・ド・シャンプランの探検団一行が探検し彼のもとに滝についての報告があったことがの日記に残されている1700年代初期スウェーデンの学者がこの地域を探検しこの時の体験を記録に残している1677年カルムより早くに フランスの宣教師が、フランス人探検家、ロベールイコール・カブリエド・ラサールと共に訪れたことは、非常によく知られている。しかし、フランスのイエズス会宣教師が、ワイアンドット族、ヒューロン族インディアン布教活動をしている際、エヌパンより、およそ35年前に訪れたことを示す確証があり、その他にも、イエズス会宣教師が訪れたのではないかとされている。 18世紀にかけて観光が盛んになり、18世紀中頃にはこの地域の主要産業となる。19世紀初期、ナポレオン・ボナパルトの弟、ジェローム・ボナパルトが花嫁と一緒に訪れている。ナイアガラ川を行き来する需要が増え始めたため、1848年に古道橋ができ、チャールズ・エレット・ナイアガラ・フォールズ吊り橋。 1855年には、ナイアガラフォールズ釣り橋となる。南北戦争後、ニューヨークセントラル鉄道は、ナイアガラの滝を余下と、新婚旅行先として力を入れるようになる。鉄道の交通量が増えた1886年、木材と石材でできた橋が鉄橋へと置き換わり、現在も鉄道が、ナイアガラ川をまたぐ橋となっている。滝の近くにできた。 最初の鉄橋は1897年に完成し、今日ではとして知られ、車両、列車、歩行者が行き来できる。1941年、滝近くに3番目の橋が建設され、車両と歩行者がアメリカ、カナダ間の国境を行き来できる。第一次世界大戦後、観光業は再びブームを迎え、自動車が普及したことにより滝へのアクセスがより容易になった。 20世紀において滝の歴史は水力発電の活用と自然景観の保護と開発に大別さる。よく見るナイアガラの滝の写真は滝がアップで写されているため、あたかも滝が雄大な自然の中にあると思われがちだが、周辺は観光地化が進んでおり、カナダ側には滝から近いところにホテルやレジャー施設が並んでいる。特に1990年代以降は、 急速に観光客向けの開発が進められた。観光客のうちおよそ9割は、カナダ側、残り1割ほどが、アメリカ側から滝を観光している。観光シーズンのピークは夏であり、カナダ側からカナダ滝とアメリカ滝に向かって、ライトアップが毎夜行われ、日中から夜までアトラクションを楽しむことができる。最も古くから、あるアトラクションでは遊覧船。 霧の乙女号がよく知られ、1846年代、観光客を乗せて、アメリカ、カナダの両岸から、滝壺までの間を行き来している。アメリカ側では、ナイアガラフォールズ州立公園の各地点から滝を眺望でき、プロスペクトポイント公園の歩道沿いや、プロスペクトポイント展望タワー、霧の乙女号の鳩場からアメリカ滝が望める。からも、アメリカ滝を見ることができ、 を通して、ブララ・ライダルベールベ滝ののままでで降りるる。る。ことがが、き、ま、きた、ニコラテスラの大きな銅像が入口門近くにあるゴート島内を観光して回るトローリーバスがあり気球やヘリコプターを通して滝を見ることもできるナイアガラゴージディスカバリーセンターのショーケースではナイアガラの自然と風味に関する展示があるカナダ側のクイーン・ヴィクトリア公園には手入れされた花壇があり カナダ滝とアメリカ滝の眺めも良い。滝付近には展望タワーが2つあり、滝付近では最も高い地点からの前景が望めると、カナダ滝を見下ろす眺めになるがある。カナダ滝のすぐ脇に展望スペースがあり、真下で滝が落ちていく様子を見ることができる。かつては、名前のようにテーブル状に突き出た岩だったが、後に崩れて、現在の展望スペースとして整備された。JBF は、 カナダ滝裏側のトンネルに行くことができ、展望デッキからはカナダ滝のすぐ脇下から滝を鑑賞できる。また、滝から少し離れた地点には1916年にスペイン人技師レオナルド・トーレ・ケベードによってデザインされたケーブルカーがワールプールにある。フォートエリーからまでのナイアガラ川沿いには米英戦争の史跡をはじめ娯楽用のトレールがある。その他、 カナダ側オンタリオ州のナイアガラフォールズ市にハトという二つのカジノがある。滝沿いの観光地区にはホテルが多く立ち並び、観覧車や店舗が立ち並ぶがある。ナイアガラの滝は世界三大瀑府の一つではあるが、唯一世界遺産には登録されていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。